はい、どうも、アクレスです。今回もモダンウォーフェア3の実況をプレイやっていきたいと思います。エアコンが切れてる。はい、XRK ストライカー。いますよ、ギリシャのキリコモファームですって、あ、言ったっけか。いけるかな。キリコモファームも実質、みんなそっち行く？実質、チーデスだからな。キル多めの地ですっていうだけだから。幸先いいね。あー、エイム合ってたのに。死んじゃった。何話そうかね。何話そう？最近やったこと。最近あれです。お腹、やばい。したいか。最近まあ、今ね、多分動画アップロードしてんるのも7月ぐらいだと思うんだけど、この動画。今私収録してる日付がですね、今4月半ばなんですよね、4月20日。20日じゃない、19日、19か。20日、20日か。20日ですね。なんですけども、ちょっとね、花見行ったんですよ、この前。地元は結構有名な、桜の名所って呼ばれてるところで、東京駅なんか行くとね、まあ、岩手なんですけど、東京駅でもその、自分のところの桜のね、スポットがポスターで貼られてたりとかして、結構有名なところで、そこに行ったんですけど、まあ、毎年、まあ、コロナ明けてからまあ、特にですけど、うお、何これ。え、何コロナ開けてから特にね、すごい渋滞がね、すごくてね、本当にたどり着けないぐらい渋滞ひどくて、まあ、平日のね、まあ、渋滞を避けるために平日の、夜にね、一応夜桜的な感じで行ったんですけどね、結構綺麗で、場所の名前言うとあれ、まあ、天正地っていう名前なんですけど、北上市天正地で調べると、出てきますんでね、よかったら。まあもうね、7月なんで、もう、桜もクソもないんですけど、よかったらね、機会あれば行ってほしいかなと思います。かなりいい感じの桜が咲いてて、最近というかね、2020年近くになってから、その、場所もね、結構綺麗に整備されてて、見やすく、ちょっと待って、喋りすぎて全然綺麗になかった。敵危ねえ。発想飛びして、キルできない。ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。別にね、一銭もお金もらってないですけど、宣伝しときます。ただね、桜祭りっていう、まあその、桜の期間中だけね、自販機のね、値段がディズニーランドみたいになってるんでね、飲み物はね、自分で持ってった方がいいと思います。ね、それを俺知らなくてね、今年ちょっと、ドラッグストアか、ストアで80円ぐらいで買えるようなね、麦茶をね、200円出して買ったんで、まあ、気をつけた方がいいですね。ぼったくり注意ってことでね。ちょっと来てるんだけど見えないんだよな。来るよ。そっち来るよ、二人ぐらい。ナイスー。死んだかな。ああ、まあ最近あったことはそれかな。ちょっと全然活躍できてないから全然活躍できてないからちょっとカウンターあった。動かないタイプだからね、本当に見えないとこだともう見えないんだよね。どうしようもないね。今の当たるのかい。ここいそうだな。うわぁ、いそうだなっていうか、自分のとこにいた。どこだ ?SA。来ないでくれ。こっちに落ちないと。うわ、落ちる？マジで？わざわざ落ちるとこに向かってった。結構なんか敵こっちから来るな。いるかなぁ。
ああ、うまい。39対44。まあ、なかなか。ね、どっち？後ろから撃たれたような音したけど。前だった。投げナイフ。そこでよく投げナイフっていうね、出せるよね。あ、投げナイフ、あ、投げナイフだね。絶対当てる自信ないんだけど。敵が止まってないと当てる自信ないもん、投げナイフなんて。下にいるな。やべえ、出せ。見失った、完全に。上は味方いるからこっちかな。この辺とか。さっきの撃ってきた人でしょ。あ、で、こっち行ったと。はい。ちょっと待って、待って、なんかいる。ちょっと待って。ちょっと待って、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 待って。ちょっと。武器切り替え追いつかない。ナイス、ナイス、ナイス。危ねえ。怖っ。え？あ、後ろ？しかもそこにクラスターマインが。ちょっと負けてますね。ちょっとキルが伸びないですね。いや。調子悪くなってきたな。さーて、どっちかな。取りに来るかな。いるね。ナイスアシスト。後ろいたか。面白い音する、この武器。あれじゃん、ターミネーターじゃん。ターミネーター持ってるマシンガンの音。結構あれ気持ちいいよね、あの音ね。なんかもう諦めモードになってるよ。なんか遠隔だ。おお、隠ついてる、隠ついてる。隠ついてるよ。めちゃくちゃいる。はい、ということで、微妙ですね。なんか、良かったり良くなかったり、今日は、ね、微妙な感じですね、調子が。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、コメントよかったら嬉しいです。じゃあ、さよなら。